ボンズ中にドライブ入ってくる、後ろからブロックショット決まりました。グリーン、福岡は3ポイントで返していきました。24歳の重富から白戸へ、中空いているのを見ていました。中でグリーンが呼んでいる、トッツァー、そしてグリーンへ、ただフリーになっていたトッツァーにもう一度託したグリーン、ここを使ってエルボーの位置からのシュート、またリバウンド、トッツァーです。この高さが武器、そしてフリーになっていた重富のスリーポイント。トッツァーフリーになっている、バスケットカウント獲得です。足を生かしました、高平は個人ファウルが1つ目、両選手の身長差はおよそ2。中田周希、3月に大学を卒業したばかりの中田からグリーンへ、グリーンのスリーポイント、これが沈みます。ジマルマンが収める、もう一度白戸へ、小針が体を寄せる、タフショットになる、これが決まってバスケットカウントです。小針個人ファール1つ目、チームファール長崎4つ目となります。2メートルを超える選手が福岡、現在コート上に2人、中田の2ポイントジャンパーが決まります。このジャンパーが決まって長崎はタイムアウトを要求、中には入っていけない、山本からビタカ、ビタカのスクリーンを使って、いや松本に戻す、トップの位置アギラールからもう1回松本、アギラールが中に入ってきて、ただジマルマンとのマッチアップを嫌ってアギラールへ山本が入っていく、そしてキックアウト、ボンズがオープンの状態でのスリーポイント、リバウンドはまだ長崎取っている、松本、ただスローターが弾き出しました、武器です。長崎も果敢にアギラールへのパス、これが通る、そしてビタカ、またスローターがブロックです。そしてグリーン、山本とのミスマッチを生かして、いや外キックアウト、白戸のスリーポイント、中田が中に入っていく、これが決まります。これで長崎は今タイムアウトを要求して前半2回目を使い切りました。中田が指示を送ります。外ジマルマン、ただ中田もう1回自分で入ってくるか、最後はグリーンです。山本へギブス、もう1回松本入ってくるか、ただジマルマンが待っていてボールをこぼした。ギブスのショーディフェンス、ギブスはすぐさまスローターにつく、ジマルマンはアギラールとのマッチアップ、前を向けるか、タフショットになる、バスケットカウントです。アギラールは第2クォーター、グリーンのスクリーンを使って、ジマルマン、ホンダゴール下でグリーン、ホンダのジャンパー、これが決まってバスケットカウント。リングは個人ファウル2つ目、さあコッツァー、最後は中田、ギブスのショーディフェンス、コッツァーについているギブス、長吉のスリーポイント返していきました。白戸へ、ヘディングがぴったりついている、侵入を許さない、ただコッツァーへボールが渡りました。中田、石井、中田、ジマルマン、グリーン、最後はジマルマンの高さ、ギブスと長吉、このポストプレー強いギブスからリバウンド、アギラール、長吉も高さで対抗。